ロシアのウクライナ侵攻も停戦どころかどんどん激化しているな。本当だよね。停戦協定の話し合いは何度も行われてるけど全然収まりを見せてない。ロシアのプーチンは鼻から停戦なんてする気がないんじゃないか。完全にウクライナを制圧するまでやめない勢いだぜ。そうだね。報道で現在のウクライナの状況を見るたびに胸が痛むよね。隣国同士なぜうまく付き合っていけないんだろうね。NATO も支援はしてるようだけど、ロシアを黙らせるまでの決定的な行動は起こせてないもんね。あのロシアのイカれた大統領が核をちらつかせる発言をしてるからな。周りの国もなかなか手を出せない状況だな。各国の経済制裁によってかなりロシアも苦しい状況には置かれてるんだろうけど、経済制裁が効いてくるのには時間がかかるんだよね。経済制裁でロシアがパンクするのが先か、ロシアがウクライナを完全に制圧するのが先かって状況になってるみたいだね。でもさ、似たような状況がアジアでもあるよね。中国と台湾だね。確かに似たような関係性になるね。このロシアの軍事侵攻が成功するか、失敗に終わるかで中国の今後の動きも変わってくるだろうね。中国はずっと台湾は中国の領土だと言い張ってるからな。中国の国家主席の習近平はかなり欲深い人だからね。台湾だろうが日本だろうが他国領土だろうが奪えるものは奪ってしまえと思ってる人だからね。報道はあまりされないようになったけど、チベットやウイグル自治区で行われてるような行為を占領下で行われるとすれば非常に恐ろしいことだよ。ロシアのウクライナ侵攻は対岸の火事ではないってことだね。同じ共産主義の独裁国家だからね。ウクライナ侵攻がロシアが思い通りの結果を出すことができれば、中国も同じように台湾に無理やり侵攻し領土を奪ってしまおうと考えるのは必然だよね。NATO も国連もアメリカも結局何もできないじゃんとなってしまうからね。確かに最近中国の台湾に対しての圧力はひどいよね。そうだね。だから今回は中国と台湾の関係性と、それに対してアメリカがどういう対応を見せたか見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。最近の中国の台湾への圧力のかけ方はちょっとひどいよね。台湾的にはあまり相手にしないというか過剰には反応していないようだったんだけど、2021年11月台湾の設定する防空識別圏内に中国軍機27機が侵入してきたそうなんだ。27機も侵入してきたなんて台湾は焦っただろうな。かなりの数だよな。この飛行編隊の中には新型の空中給油機も初めて確認されていて、今後中国空軍が作戦範囲を広げ台湾への圧力がさらに増していくことが懸念されたんだよ。この事件は台湾の南西沖に設定している防空識別圏に、中国の戦闘機や爆撃機が侵入し、その半数以上の機が台湾とフィリピン間の、バシー海峡の上空を通過して台湾の南東沖まで回り込んで、中国側に向けて同じ経路をたどって引き返していったんだ。すごい挑発的な行為だね。でも給油機も同行していたってことは、長時間の連続飛行を考えていたってことだよね。何をしたかったんだろうね。関係者の情報では、給油機運輸20は中国空軍の、従来の給油機と比べて給油量が3倍もあるらしいんだよ。そのことから考えても作戦範囲の広さと飛行時間はかなり余裕があったと取れるよね。台湾の軍事関係のメディアではこの給油機が多数、収益すれば中国空軍は遠征任務にもかなり強くなり台湾に対しても、かなりの軍事的な圧力がかかるようになると、懸念されてるんだよね。台湾の国防部はどのように捉えているんだろうな。台湾国防部はそのことは認識しているようで、今回の中国の行動については、中国の軍事力を知らしめるのが狙いではないかと考えていて、我々を徐々に消耗させて、中国にはこれほどの力があるんだということを、見せつけるための行動だったのではないかと考えているようだね。本当に中国の他国に対する挑発行為は子供みたいだよね。どうせこの台湾に対する挑発行為も一回だけじゃないんでしょ？そうだよ。2021年10月にも同じように台湾の領空内を飛行する事案は起きてるんだよ。10月上旬には50機余りの飛行機を台湾領空内に侵入させてきたそうで、それからも毎日のように数機から数十機を繰り出しては領空に侵入してるようなんだ。2020年度は400機ほどだったんだけど、2021年度は900機を超えているとも言われてるんだ。900機はえげつないな。台湾空軍もその度に、スクランブル発進してたんじゃたまったもんじゃないな。日本に対する挑発行為よりもひどいよな。こうやって少しずつプレッシャーを与えていくやり方だね。ちなみに中国は飛行編隊を台湾領空内に侵入させるのは、
外交的なイベントに合わせて行われることが多いんだ。11月の侵入時にはリトアニアの公式外交団が台湾を訪問している時に行われたんだ。台湾とリトアニアがお互いの国に外交窓口を設置したのが中国側としては気に入らなかったのか、リトアニア外交団を歓待している最中に領空に飛行隊を侵入させたようなんだ。実際に習近平国家主席はリトアニアに対して、台湾と友好関係を結ぶのならリトアニアの大使館を引き払うとリトアニア政府に詰めたそうなんだ。本当に子供みたいなことするよな。本当だよね。でも年々台湾に対し圧力を強めている中国は、2022年はさらに過激な行動を起こすのではないかと言われてるんだよ。習近平が国家主席の座について2期目を満了するんだけど、2022年の党大会で同一人物2期までの慣習を無視して3期目も狙っているようなんだ。おそらく今の中国では習近平に逆らえる者はいないので、習近平の3期目は間違いないだろうね。そして台湾でも、与党の民主進歩党が統一地方選を控えているからね。台湾の軍事評論家も2022年は中国からの圧力はさらに増すことは間違いないと話しているんだ。でもさ、さすがに世界の警察アメリカがこれ以上の台湾に対する圧力は黙ってないんじゃないの？そうだよな、アメリカだって中国に好き勝手にやらしとくわけがないと思うぞ。そりゃあ当然アメリカが黙って見過ごすはずがないよね。オースティン米国防長官は、中国の度重なる台湾領空内への侵入行為は将来の台湾侵攻に向けた予行演習ではないかと見解を示してるんだ。アメリカがまず初めに取る行動としては、中国国防のトップとの対話の方向で偶発的な軍事衝突が起きないようにするための方法を模索しているようだよ。ほう、対話とはアメリカにしては少し弱腰じゃないか？そうだね、対中強硬派の前大統領のトランプ氏は、中国に対して毅然とした対応を取り続けてたんだけど、バイデン政権に代わり、台湾を中国から守るという姿勢は変わらないんだけど、あまりことを荒立てないように進めているように思うんだ。どちらが正解かは、はっきりは言えないけど、バイデン政権は中国に対し、弱腰だと一部では言われているようなんだ。これじゃあバイデン政権の支持率は下がる一方だね。そんな弱腰で中国を抑えられるなら苦労はしないよな。アメリカがそんな感じじゃ中国がますます調子に乗るばかりじゃないか。もちろんアメリカもそれはわかっていて、あらゆる外交を駆使して中国を牽制する動きに出たんだ。実際に2021年10月その効果が現れたのか、中国の台湾に対する領空侵犯がピタッと止んだんだよ。この直前に開かれたアメリカ政府による記者会見で、我々の台湾への関与は揺るぎないもので、台湾海峡と、地域の平和と安全の持続に貢献していくと世界に向けて発表したんだ。このアメリカからの強いメッセージに中国側もアメリカの強い意志を感じたのかもしれないね。そしてもう一つ、このタイミングでアメリカのウォールストリートジャーナルが、アメリカ軍が極秘裏に台湾に渡り、台湾陸軍と合同訓練に当たっていると報道されたんだ。これも中国にとっては、アメリカからのプレッシャーになったんじゃないかな。さすがに、アメリカ軍と台湾軍が合同訓練しているとなれば、中国も迂闊には動けないよね。中国ははっきり言えば台湾や日本のことは舐めているだろうね。いつでも侵攻し領土を広げてやろうと思ってるだろう。でも日本や台湾にはバックにはアメリカがついてるから迂闊には手を出せない。もちろん経済的にも軍事的にも急激に成長している。中国がいつアメリカをも超えてくるかわからないからね。その時にアメリカが守ってくれるとは限らない。やはり、今回のロシアの侵攻でもわかるように、自国は自国で守る力をつけていかなくてはならないと思うんだ。日本も変革の時が迫ってきてるんじゃないのかな。ロシアのウクライナへの軍事侵攻が一日でも早く平和的に収束することを願います。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。さあ、雑学の時間がやってきたよ。待ってたぜ。早速問題だよ。水中でガラスを切るとどうなると思う？ A 粉々に砕ける。B 削るように切れる。C 全く切れない。D 真っ二つになる。ガラスが切れるわけねえだろ。C だな。粉々に砕けるんじゃない？ A だね。それじゃあ答えの発表も合わせて解説するね。ガラスといえば、落としたり強い衝撃を与えると壊れてしまうイメージがない？少しの弱い衝撃でひびが入ってしまったり、食器なんかはすぐに壊れるよね。でも、ガラスは水中であればハサミで切ることができるって聞いたことない？なんと、水中だとガラスはハサミで切れるんだよ。どうして水中だと切れるのかが謎だよね。それはね、ガラスを水中で切ることである現象が起こっているからなんだ。その現象の名前はケモメカニカル効果と呼ばれるものなんだ。
ガラスは酸素とシリコンが結びつくことにより構成されている物質なんだ。水にはその酸素とシリコンの結びつきを切る効果があるそうで、これをケモメカニカル効果と呼ぶんだ。普通にガラスをハサミで切ろうとすると、酸素とシリコンの結びつきが強力なため、ガラスが割れてしまう。でも、水中では結びつきが弱くなっているため、ハサミで削るように切れちゃうんだよね。ということで、問題の答えは、B。削るように切れるでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。